川崎市営トロリーバスでは、川崎市交通局が運営していた、無機上電車線についてもべる。川崎市では1950年12月15日より、市営バスを導入していたが、それよりも燃料コストが安いということで、トロリーバスの導入を決断、1949年9月に、運輸省へ、中央線、臨港循環線、 大木町線計1 8 6トルの開設を申請し、このうち中央線及び臨港循環線の一部区間の計7 7トルが1950年7月に承認され、1951年3月に日本で3番目の都市トロリーバス新線として開業した。川崎市電とともに市内の公共交通機関としての役目を担い順次、路線も延伸されたが、 昭和30年代後半以降の利用客減少に見舞われて収益が悪化。1967年に市の交通事業再編計画の波を受け、市電より一足早く全廃された。なお、車両の一部は横浜市営トロリーバスに売却されたほか、高津区の双子塚公園に1 0 0系1 0 4号が保存されている。なお、 現在、川崎市バス塩浜営業所が運行する水江町線は、トロリーバスが運行していたのとほぼ同じルートになっている。1967年当時、国鉄塩浜操車場の設置に伴い1964年からは、池上新田日本港間池上正門前間で、貨物線と平面交差を行っていた。貨物線は、直流線5 0 0トで電化され、 トロリーバスの河川電圧と異なっているため、交差部分では、トロリーバスの河川を設置せず、144V のバッテリーで走行することで対応した。川崎市営トロリーバスで運用される車種はバラエティに富んでおり、メーカーの試作車を購入した車両も多かった。また、一部の車両に対しては、車体更新が行われている。日本のトロリーバストロリーバスインジャパン、電気車研究会。 ありがとうございます。